泣けりゃ、泣けりゃやんな、嫁さんが。ほんまに。なんかもうね、基本はアホやから、うん。何やろな、いっぱい失敗したよ。あー、失敗から学ぶことって多いやん。うん、まあそうね。うん。まあ、一番の話はちょっと面白かったけど、じゃあ、桐原さんが、うん。自分で手競りでも、こう、買った商品、切り花と鉢植えってなんか覚えてる？うん、そういうの一番最初にってこと？一番最初に手を出して買った商品が何やったかって覚えてる？覚えてないけど、でも4箱ぐらい買ったのを覚えてる。一番最初の整理行った時に。おー、それは自分の中で満足した買いやったん？なかなか買えやんもんやなって思った。その。じゃあそれ買えんかった時っていうのは問屋さんでそれを買うってこと？いや、もう帰ってきて、うん、で、高い値段出したら当たるんよ。そっちのあれに、なんていうの、当たるためには高い値段出さなくちゃならないんだみたいな。うん。うん。で、あと、でも、なんだろうな、まあ、そうね、お世話になってるお花屋さんの後からは手出しにくいもんだな、とか。ああ。手競りはそんなん関係なしよ。誰が手出そうが、欲しかったら釣り上げるよ。うん、まあそうね、うん。そういう世界だよな。そう、まあ、でもまあ、まあ、高い値段出せば、当たるんやな、っていうのと、あと、まあ一人だけ高い時もあるしね。あ、俺今高かったんや、みたいなね。張り切、あ、もう一人張り切ってしまったな、みたいな。その、なんかその、相場の流れで何月になったら安になってくるとか、なんかそんなの知らんから。うん、ああ、そっかそっかそっか。うん、今だったらさ、もうさ、20回も同じことやってたら分かってくるやん。分かってくる。うん。もう今はもうこれはもう一時的なもんで、もうすぐ安なるよ、とかさ。うん。もうこれからはもう今買っとかな、こう絶対上がってくるよ、とかさ。もうだ、まあまあ、ね、流れ的なもんって、まあ読めやんけど。うん。分からんけどね、どんな気やっても分からん世界やけど。うん。うん、そんなむちゃくちゃ高い。もう買うこともなくなったよね。うん。そうね。でも基本なんでも欲しいもんが欲しいんで。ああ、割と、うん、欲しいもんは、抑えていくタイプ。で、キビアガさんが、花の知識とか、花の技術っていうのはどうやって学んだ？うん、あ、その、お店3ヶ月間と、うん、あと、アレンジ習いに行ったりとか。あ、アレンジは習いに行っとったんや。うん、行った。うん。うんうん。まあ、その、だから僕、お花屋さんのその3ヶ月いてる時に、うん。確か、そこへ買いに来てたアレンジの、先生みたいな人に、お願いして、うん。うん。ワンツーマンでやったの覚えてるわ。へぇー。先生の前でアレンジ、こう、今日、うん。でも、ほんまに僕、生徒は僕だけやったな、なんかそれは。うん。時間、特別にと作ってくれたんか、どう、なんかどういう過程でそうなったんかちょっとわからんけど。こんな感じで、やったん覚えてるね。だから最初なんかアレンジさすんもすごい分かれへんから、ものすごい時間かかるよね。なんか1時間ぐらい時間かけてアレンジ。先生も大変やったと思いながら、かわいそうに。1個作るのに1時間は結構かかるね。かかってる方やろ。今から考えたらもう面白いなと思うけど。うん。
なんか当時はだって何も知らんしさ、うん、どうさしていいかも分からへんもん。だって分からへんから全部三角に組むんよみたいな。三角に組むんよ。じゃなくこの言ってる意味分からない。こう三角あるでしょ、うん、三角のアレンジ組むとするじゃない、うん、そしたら、うん、花をこうちょんちょんちょんって三角に、うん、こうちょんちょんちょんって三角にこう三角のより集まりの三角みたいな。アレンジ例えば三角を作るでしょ。うん、え、それは何、カーネーションで作るってこと、バラで作るってこと。あ、そうだから、その何やろ、三角のより集まりが、うん、の三角のアレンジとか、なんかその、あ、ちょっと言葉がちょっと僕やっぱりバカだからちょっと言葉にするって難しいね。例えばこうアレンジでこうなんかこう、うん、作るときにちょっと二等辺三角形を意識するような感じで花を入れていったら、うん、うまいことなんかこう何て言うんやろ、飛んだ花とここは密集してる花とでこうするみたいな、うん、そんな感じ。なんかまあその何やろ、花のなんかこう花の配置というか配置だね。だから、うん、赤やったら赤の三角、黄色やったら黄色で三角作っていく、うん、で緑やったら緑の花で三角作ってっていう、より集まりでアレンジっていう一個の品物を作っていく。だから赤赤赤って結んだら一応それが三角になってて、うん、でこっちでは黄色と黄色と黄色っていうのがまあ三角になっててっていうのがより集まって一つの三角形の、うん、でも一個一個見ても、あ、これとこれとこれ三角、あ、これとこれとこれ三角、あ、これがこうやな、ああやなっていうのがあって、あ、これで全体的に全部が全部三角のアレンジだなとか。じゃあちょんちょんちょんってこう並んでたらダメっていう感じで。あ、そうそう、なんかそういう、あ、なんていうんかな、なんか割と最初にそんな入れ方もあるんだよ、みたいなんで教わったんが印象的やった。それ今でも守ってる。ならないから。あ、だからこう、あ、ここは、まあ、赤、そうね、その、まあだからその三角じゃなくてもいいわけよ、結局。その流れをこう作ったりとか、自分で。別にそれは三角じゃなくてもいいんだけど。でもそれをね、習ったから、そう、じゃあ自分でまた、今度形変えてやってみようとか、うん、まあ自分なりにアレンジして、うん。うん、まあ習ったかな。だからその、うん、まあアレンジは、まあ面白かったね。1時間もかかったけど。花束もじゃあその先生に教えてもらった？花束はお店でもう、螺旋に組むっていうのをこうやっぱり見てたから、うん、うん、でもその通りもスパイラルがこう作れたってこと。そう、なんか花束は、うんうん、別に、あ、まあずっとね、あの3ヶ月間やけど、まあ、ずっと見てたから、うん、うん、あ、なんかこう母の日なんかもずっと作らされるわけやからね、うん、花束ね、うん、うん、だからまあそこは別にも問題なくというか、うん、うん、まあ難しかったけどね、うん、うん、でもまあまあ割とまあできたんじゃないのかな、割とこのそんなになんなく、うん、教えてもうたら、あ、こうするんかみたいな感じですぐできたけどね、うん、うん、そうやんね。そしたら、花束かな。今の、日比原さんの仕事の内容みたいな、そういう、月曜から日曜まで、休みっていつ取ってるんですか？あ、休みは、うん、まあ、基本日曜日だよね。
日曜日が休みで月曜から土曜日が一応仕事です。うん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 。一番に行くのは週に何回？まあ全部行ったら週に4回になるけど。うん、4回行ってます？うん、行ってない切り花は2回？ああ、今はそんなもんかな。まあ、なんか、高くなったらね、基本行くしね。うん。うん、安かったら。だってもうたくさん、うん。うん、たくさん買うと、うん、なかなかそんなに行かなくなるかな。ああ。うん、もう安い時にバッて買う方だから。うん。うん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 。高かったら、じゃあ買えんかったから、じゃあ次もまた行こうか、になるっていう感じ。あ、そうそうね。うん。なるほどね。まあ、うん。鉢植えは、じゃあ一回で、じゃあどういう仕事内容、うん、業務形態っていうか。あ、業務形態か。だから、うん、あ、そうか、業種の話してないもんな。そう。そうだ、だから業種なんよね、僕の花売りは。だから店舗を持たずに。そう、店舗を持たずに、うん、倉庫があるってこと？ん？倉庫で例えば加工したパックとかを車に積んで業種に行くってこと？あ、そうそう、だから自宅兼作業場なんで、うん、あ、自宅兼作業場なんや今はね。うんうんうん、だからそれがあるんで、それをして、うん、で、まあ、昔は下水器の仕入れやってから、うん、で、川木道で花売りに行ったかな。じゃあ今はでもそのどれぐらい？いや、木道だけを花売りいて、うん、で、あとはもうまあ、配達あれば行くって感じ。あ、そうなんや。うん、だから木道だけが実質花売りで、うん、あとはもう配達。え、じゃあ、月、火、水、金は、仕入れ終わったら、倉庫で、こう、パックしてるって感じ？そうそう、だからその作業、そうそう、その仕入れ作業終わって花をもう売れる状態にしたら、うん、もう、一応終わり。そうなんや。だから鉢とかも結局車に詰めるだけやし、うん、たくさんいらないの。うん、あっても結局詰めるね、お花の量もそんなにたくさん持っていかれへんし。あ、そうやんね。うんうん。で、まあ、いちいちおろしてお店出しするんで、うん、で、その売りに行くっていうも、一箇所だけじゃなくて、うん、1時間ごとに場所移動するんで。それ新しいね。そう、それを、僕、川木道とコース、まあ、5箇所、6箇所ぐらいを川木道って回る。今は、木曜と土曜だけで、うん、で、火曜日はもう花売りをやめて、もう木と土曜日に全部入れて。へぇー。それ、例えば、雨降ったら、なんか影響があるっていうか、その、うん、何、結局、屋根があるわけじゃないところ。そうだね。それ、でもその花売り、なんか花売り行った時に、雨降ったら、花出せないじゃないかっていうことなんやけど、うん、もちろん出せやんくて、うん、でもその花売り行った先で、うん、まあ、協力してくれるお客さんたちがいっぱいおって、ここで花売りなよ、みたいな。すごいやん、それ。そうね、なんかもう、和歌山なんで、ちょっと、うん、まあ、田舎っていうのもあって、まあ、割とその、まあ、まあ、なんか優しいというかさ、うん、こう、なんていうかな、お金がどうのこうのとかそういうのは一切ないのよ。だからもう本当に気持ちあって、その、なんていうかな、あの、起きなよみたいな感じでこう言ってくれて、うん、ほんなら、うん、渡すからありがとうみたいな感じで、ほんで、その、
家のなんか裏庭のなんかちょっと屋根あるとこに花を貸してもらったりとか、うーん、なんか、うん、なんかそんな協力者が各地区にいるみたいな感じで、めっちゃ優しいなみたいな。もう全然協力できやからめっちゃ優しいよみんな。そうなんやね。そうそう、だからもうね、もう正直一元さんがほとんどおらん。うん、常連さんばっかり。知ってる人ばっかりっていう感じだよね。そうそう、でも知らん人来たら、うん、この人誰やろうって思うぐらいびっくりする。うん、へぇー。俺も知ってる人ばっかり。あー。なんかもう何々さん、うん、あんなさんみたいな、なんかもう全部こう、うん、お名前知ってるみたいな感じ。あー。それいいね。うん、なんかその、うん、そうね、全部意思疎通取れるというか、うん、いつも毎度お気に入りの人ばっかりよ。ああ、一回来んかったら、うん、お久しぶりみたいな。そう、あの人、そうそう、久しぶりっていうか、もう心配になるよね。生きてるみたいな。生存確認。生きてるって思うからね、本当にね。もうね、まあね、いろんな人、いろんな経験僕もあってね、面白い話があってね。